アッピア街道パリの石畳石畳は石とも石石とも書き石を用いた舗装のことである石畳を施行しているところサイコロ状の石を並べている敷石が上から見て正方形に見える場合は敷石を取り出してみるとサイコロ状になっていることが一般的材料となる敷石の山サイコロ状のもので施行すると上からは 正方形に見えるもの。上から見ると長方形に見える敷石。実は薄くはなく、横から見ると正方形に近く、石を取り出した形としては、二面がほぼ正方形の脳型体である。石を畳のように一面に敷き詰めるので、石畳という。大地線には平らな敷石を敷き詰めたところなどと書いてあるが、この説明は誤解を生む可能性がある。 平らな石というと、石が薄いかのような印象を生みがちであるが、近代、現代の欧州の街の歩道でよくある石畳では、用いている石はサイコロ状の石である。よって、平らな敷石というのではなく、例えば、表面が平らな敷石を、あるいは、表面が平面的になっている敷石を、と説明する方が誤解を生まないであろう。一般に、自然石を用いる。 自然石の形状をあらかじめ加工したものを用意し、それを並べる。ごく稀に人造石を用いることもある。主に道路、公共施設、公園、住宅の敷地内などに利用される。なぜ石畳を用いるか、用いたかというと、道の最も素朴な状態というのは、草地などを人や家畜などが頻繁に歩く結果として、草がなくなっているところの筋ができている状態や、 森や林の樹木を切り倒して人が歩ける状態にしたものであり、つまりは基本的に土などがむき出しの状態なのであるが、土そのままの道では雨が降るとぬかるんでしまい、歩行者も馬車も非常に苦労させられた。泥で足が取られたり、車輪が泥の中に沈み込んでしまい、進むことができなくなってしまうのである。石を敷き詰めることでぬかるむのを防ぐことができるようになり、 雨天でも進むことができるようになったわけである。初期の石畳は自然石をほとんど加工せず用いたものが一般的であった。よって石の表面は平面的ではなく丸みを帯びて盛り上がっていた。やがて石をあらかじめ加工して平らな面を作り、その平らな面を上になるようにして敷き詰めることが行われるようになった。そしてヨーロッパの街などでは 最初からサイコロ状の石を用意して、それを並べていく方法が一般的になった。石畳のアスファルトと比較した場合の長所の一つは、石と石との間から雨水が地面に吸い込まれていくので、都市部などで水が溢れて洪水のようになったり、下水管に雨水が集中しすぎないことである。あとはアスファルトに比べて歴史を感じさせ、 情緒あふれる景観となることである。歴史的な佇まいを魅力として全面に出している都市では、道路も現代風で味気ないアスファルトなどにしてしまうより、石畳にしておく方が、はるかに価値があり、大切な観光資源であり、より多くの観光客を引きつける。石畳をアスファルトと比較した場合のデメリットは、自動車などの走行時の抵抗が大きくなることであり、 また自動車の走行時にタイヤと敷石が接する音が若干うるさいといったことである。また暴動の際に石畳を剥がし投石用の石として用いられることがあり、実際にパリの5月危機では学生たちがデモで投石をするために多くの石を剥がして用いた。日本では恵比寿駅東口に用いられていた石畳が1960年の安保闘争の際に 石畳の石が透析の石として使われることを懸念してアスファルトに塗り替えられた。自動車と関係する話としては、以前はヨーロッパ車は石畳上を走行することも多かったので、石畳の走行も十分に考慮して、サスペンションの設計や味付け、タイヤの選択などがされている車種もかなりあった。モンマルトルの石畳コベンツルとカーレンベルクを結ぶ、 現代の石畳の道路、自動車用のセンターラインも白っぽい敷石を用いて引いてある。歴史的に古くて著名なものを挙げると、紀元前にローマ帝国により舗装されたローマ街道が有名である。ヨーロッパというのは、かつてローマ帝国の市民からはガリアと呼ばれていて、辺境の地、まともな文明がない野蛮な者たちが住んでいる地域とみなされていた場所であるが、 そこに、ローマ帝国の者たちが進軍、進出してきて、ローマ帝国の一部、一地方となり、ローマ人たちが様々な文化を持ち込んできて、それがその後に、フランス、ドイツ等々のヨーロッパ各国の文化として継承された。道路を石畳にすることも、ローマ的な文化の一つである。また、ローマ帝国の首都のローマも街は石畳にあふれていて、ヨーロッパの様々な都市の街路、 歩道も石畳で覆われることになった。現在でも多くの都市で石畳が使用されており、欧州の都市景観の一部となっている。かくしてヨーロッパでは主たる道路のほとんどが石畳であったが、20世紀になって自動車が次第に普及すると、人が歩く場所は石畳で残したものの、自動車が走るところは多くがアスファルトに徐々に置き換わっていった。が、 パリなどの歴史がある街では、細い路地は石畳が残してある場所が多くある。また、田舎の街や街道でも石畳の道は一定程度残っている。自転車ロードレースでも、パリ・ルーベなど石畳が名物となっているレースがある。他、ツール・ド・フランス等のステージレースでも一部で石畳の区間が設定されることがある。アスファルトの道と石畳の道とでは、 ブレーキやハンドルの機器が異なっていて、ある程度慣れが必要で、不慣れな選手では転倒してしまう率が増す。石畳慣れしている選手はそうでない選手よりも有利な戦いを進めることができる。南千寺山と前の石畳ボストンの石畳、2011年デジタル大事戦石畳は、ヨーロッパの街でも、一般的には敷石と敷石の間はど、砂などにしてある。 コンクリートなどを詰めてしまう場合もあるが、それだと雨水が地面に吸い込まれなくなる。天下の難所、箱根八里急街道石畳、箱根町観光協会旧東海道菊川坂、石畳島出し観光協会旧東海道金谷、坂石畳島出し観光協会、JR 山形駅、西口市道の自然石舗装劣化で、アスファルトに、市、想定外。下北新聞。 2018年10月21日閲覧。ありがとうございます。